いたあー、出てきたー。はい、出てきたー。はい、今日は猫、猫について猫について語りましょう。はい、はい、皆さんよろしいですか。初心者さん、まだ裏猫が出ない、猫が出ないっていう人多いでしょ。はい、ね、出ましたね。ちょっと今日は高度な、高度じゃねえけど、ちょっと高度な中級編、うん、どうですか。はい、はい、どうぞ、こいつして抜きないな、抜きない、はい、こう、ほら、猫出ちゃうでしょ。ピンク、ピンクマン、ピンクマン、な、うん、要は、な、乾かすと出ないんだ、わかる、うん、いいですか、皆さんよろしいですか。乾かすと出ません。はい、絶対じゃないんだよ、確率だよ、うん、な、ここはほら、あったかくなって、うん、これがあったかくなって、うん、こう、ピンクマン。でも、昔はさ、こういうのさ、うん、こういう網の上でこうやって乾かしましょうって言って、そうそうそう、うん、だけどそれがダメですよって、うん、な、それでも出るのもあるけど、そこはさ、湿度、ここの湿度なんだよ、うん、湿度がないと出ないんだよ。湿度がある方が何？湿度って分かった。え、湿度、湿度、うるせえな、これ湿度、わかる？わかる？なんで笑ってんのよ、お前。湿度、ね、ぜひこう、蒸れて出る感じ、わかる、うん、ね、まずはだよ、まず、ね、まずは、蒸れて出る。こう出てきてるでしょ、ピンクマン。ピンクマン。はい、ね、湿度。これを出そうと思ってしてんじゃないけど、うん、要はこうやって出ちゃうっていうこと、湿度があると。わかる、はい、初心者さん、わかりますか、はい、猫出ないっていう人、はい、乾かしてたら出ない、湿度の高いとこにまず根っこ出す、はい、植えちゃってもいいんだよ、うん、で植えた時はいつもお水をあげますって言ってるでしょ。これ湿度上げるためやからね、蒸らさないと出ないから、うん、今日はその次の話です。はい、その次、今度こういうやつね、今度はお水をあげますね。根っこ出てますね。はい、おお、ちゃんと根が下まで行きましたね。はい、これはじゃあこう、じゃあ違うやつ、ないと思われるやつ、ここ大きいのにちっちゃいでしょ、はい、下まで根っこ行ってないと思われるやつ、ほら、あ、ね、うん、下まで伸びてない、こんな、こんな、そうそう、そうそう、そうそう、ほら、ね、ほら、全部回りきってないでしょ。はい、これはなんででしょう。なんででしょう。ね、お水あげすぎです。あげすぎ、はい、根っこの仕組み、わ、はい、かる、はい、根っこの仕組みはお水あげます、はい、乾きます、はい、乾いた時に根が伸びます、はい、伸び、乾く前にお水あげてるとこういうこと、うん、ね、わかる、はい、だけどそのほらこうなっても、うん、こう大きいのは多分下まで行ってんの、あ、でもまだほら行き足らないでしょ、わ、うん、かる、うん、そういうこと、わかるかな、うん、お前じゃねえよ見てる人、なんかの、わかる、だけど根っこは皮、水は大事、お水あげて大きくするためにな、お水あげて乾かす、乾かす、でこれまた乾かしすぎると根が枯れます、はい、で冬は結構平気、うん、夏はもう枯れます、すぐ枯れます、水が、でここね、ちょっとちょっと中級編、うん、中級編で、水あげて乾いた時根っこが伸びてきて、お水あげると吸って、また乾いた時根が出てきて、要はじゃん、じゃん、ね、下まで行く根っこが、これがちゃんとできてるとこうなっていく、はい、ちゃんとできてないとこういうふうに全然根が伸びてないでしょ、はい、根が伸びなくても水吸えるから伸びなくていいんや、どうやる、はい、さあこの辺行ってみましょうか、はい、ベルベッツ、ベルベッツ、
良い水やりです。え、ここ誰？ケンジ。ケンジ君のとこです。第4ハウス、ケンジ君、チャコちゃん、はい、どうぞ。名前がいつも変わるなんで、こう見てたら分かるやろ、うん、なんかこういうのは多分張ってるから水やりが成功してるから、ほらちゃんとほら根が張っちゃうでしょ。これ絶対まだやん。やろ、これで、これちっちゃいのっていうのがそううまくできてないんやな。ほら、ほらまだな、ううこれからや。ううな、まあどうやるか分からんけどな。あ、これもまだや。これもやろ。あ、これでもこっちは。あ、まだもうちょっとな、もうちょっと。分かったかな、伝わったかな、分かるかな、分かる、分かんない、分からんかもしれない。根っこの仕組み分かんない、分かんない。なんて言ったら伝わるかな。お、いろいろあるやんか、こういうのやったらさ、うん、まあ同じように水やりしてるけどさ、当たってないところもあるかもしれんやん、うん、まあ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 、だけど一緒にやってもこんだけ差があるしな、うん、差があるし、こうこんだけやっても差があるし、種類でも違うし、ね。ねえの出方が遅い子もちょっとあんかもしれんし、うんうん、そうそう。で基本は確率よ。なほとんどほとんどのやつはほらこうちゃんと多分根が回ってるんよ。水あげて切って根っこが伸びて水吸って切って根が伸びてってして大きくなっていくから、うん、根っこの成長と上の成長一緒っていうことよね、わ、うん、かる、はい、だけどほらちっちゃい時はちっちゃいんだよ根っこがね、はい、ちっちゃい時はちっちゃい、はい、で大きくなってくると大きい、はい、まあ、この辺はまだちっちゃい木あるかしらんけど、あーダメですまだダメです、はい。ここら辺は見えた？見てないよ。あ、ダメです、ダメです。やめてこ、ダメでこ、かわいそう。あ、ダメです、ダメですお大きいのは平気でしょ、はい、うん、なんかあれ見た、あの、あれ見た。あ、そう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 。何？なんかな、カブ、カブ白化大根カブのくやつみたい。何？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 わかった、わかった、はい。お水を切るというのも大事っていう今日動画、うん、切りすぎたらダメだよ、はい、切りすぎたら、うん、そうそう、だけど一番は環境、いつも言います、うん、環境ですね、水やりはこの前言ったでしょ、四十郎さんはたまにしかあげませんそれでも可愛い、わかる、うん、で俺たちは週に3回も4回もやるけど可愛い、うん、この違いがわかるかな、うん、環境の違いということな、環境の違いで水やりも違うから、うん、みんなのお家の環境を探すね。で根が張ってしまえばもう安心なんや、うん、これが植木鉢としたらさ、うん、な、植木鉢としたらこうやったらもう安心なの、ここ形ができたでしょ、うん、でこのちっちゃい時さっきみたいなこういうのね、で こんなんこれ心配、わ、うん、かる、わかる、そういうこと、わかる、鉢にちゃんと根が回った時は安心ね。なんか今日教えれたんじゃない、自己満足自己満足、わかんない、なんか言ってくれる、そうね、え、そうでしょ、大きいのっていうのは、うん、回ってますね、根っこが回ってます、水やり成功ってことでね、上げて切って上げて切ってって言って根っこが伸びていきます、はい、ね、吸えてないのってわかるよな、こんなん吸えてないやもう春からそうなん汚いはぁーてぃりってでぃこれはその伸びて伸びる前に水やって吸えちゃってるから大きくなってるだけ、うん、な、でそういろいろなそのほら感じてよ、感じて、皆さんも感じてね、うん、根が出ないっていう人がまず多いよ、うん、
まず多いコメント見てても、去年買ったやつがまだ出てませんとかな。あるな。多いやろ、うん、な、それはね、だけどもう乾かしすぎ。じゃあ例えば鹿沼の上に置いて水やらないで置いてるだけやけ乾いてるわな。だけど出ない、うん、お水かけてごらんな。湿度を感じんと出てこないよな。そうそうそうね、この湿度が高いと出ますね。だけどお水かけます。わかる、うん、ね、で植えちゃった人はもう最初からも怖がらずに、植えてる人はお水あげて知らん顔してる間に出ますのでね、そういうことでしょ。まず出ない人、根を出してあげたい。そしてその後根が張りませんっていう人は、こういう今日の話。最近あのカリカリの話してないな。何カリカリ、何カリカリ、ちょっと刺激を与えましょう。ああ、茎に刺激を与えるのもいいよね。太い根っこ、うん、エボニーとかでよく多い太い根っこのやつ、あれはもうカチカチやから、ちょっとカリカリってしてあげるとすぐボーって出るっていうことかね。確率、太い根っこ、あ、こんなんは、まあまあまあ、こういうのはまあ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 、うん、まあ、こんなんはまだ可愛い方やけど、うん、こうカリカリってこう爪で、そうそう、はい、皮ちょっとカリカリカリっていうするだけで、刺激してあげるだけで早く出やすいから、うん、ね、はい、これは何、これもどうかなと思って、いいよ、どうぞ、カリカリここカリカリ、カリ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 、なんかカリカリカリうるせえ、シチュークビニとかあるけやな。そうそう、シチュークビニとか、なんかカメラマンが笑ってるけ、笑わせんで、かわいそうやけ、笑ってください、ね、ハイテンションでいかない、わかる、うん、ね、OK、 はい、わかりましたでしょうか。今日は中級編、はい、説明、中級編やったん今日。そうだよ、多肉ってそんなもんだよそんなに難しくないからコツを覚えたらそんなに難しくない。だけど最初の人は分かんないよ、分かんないことが分かんないから教えてね。そうでしょ、はい、根っこ出ないという人はまず蒸らす、はい、で植えて根が伸びない人、大きくならないという人はお水あげてないだけ、うん、そしてお水あげすぎも逆に根っこ伸びないから大きくなんない。あとあれ、土がさ、荒すぎるとさ、ああ、荒すぎるだけ、鹿沼の小粒とか中粒でやってる人はもう完全に隙間が多いから、もう水吸えないよな、すぐ乾いて、水吸えない、うん、ちょっと水持ちのいい土を混ぜてあげるとか、土の種類でも全然違うからね、うん、そういうこと、そういうことで、四十郎さんなんか赤玉とか入れるやん、うん、な、俺なんか赤玉とか入れないから、水持ちは向こうのがいいんや、うん、な、うん、それでもあげないじゃん、うん、それでも平気じゃん、かわいいじゃん、わ、うん、かる、うん、ね、そういうことや。でまずかわいい苗を、育ててる人を見ましょう、はい、まだ言っちゃったおだらい笑うよ、何、笑うよ、何、ニヤニヤしてる、何が笑う、笑うよ、ニヤニヤ、でもそれ大事でしょ、うん、ね、うん、かわいい苗を作ってる人の見ましょう、うん、ね、四十郎さんも綺麗でしょ、いつも苗がずっと綺麗でしょ、うん、ね、そういう人は何かやり方がいいんだよ、うん、ね、よろしいですか、はい、楽しくできますか、はい、OK です、はい、いいですよ、ほな、あと広島の宣伝をしてください。もう明後日や、明後日、はい、広島産業会館、産業会館、ちょっとまだあの詳細を出せておりませんが、ちょっとあの、はい、初めてのところやけ、明日行ってから、うん、あの販売方法決めますので、はい、明日あの出しますので、ご参加予定の、はい、方は必ず明日の YouTube をご覧ください。お願いします、よろしくお願いします、お願いします、はい、うん、じゃあ2月18日やな、はい、18日、うん、10時から15時までです、うん、はい、広島産業会館、うん、東館
ガチ館第一展示場でお持ちしておりますので、うん、はい、遊びに来てください。はい、お願いします。じゃあよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。どうもありがとうございました。はい、バイバーイ。